どうも、無印マニア無常です。今回はムジラーさんに聞いたもっと早く買えばよかったものの第8弾です。今回も7つ紹介していきたいと思います。この企画は公式 LINE の方で集まった声とか、あと概要欄にもフォームを貼っておきますので、ぜひね、皆さんのもっと早く買えばよかった教えてください。動画で紹介させていただきます。それでは早速いってみましょう。無常にお任せ。ドガマおこげ4,990円。こちらの土鍋ですね、ご飯が炊ける。僕の動画ではね、何度も紹介させてもらってるんですけど、これはね、美味しいご飯が炊けます。まあ、ほとんどの方がね、多分普段炊飯器で炊いてるっていう方多いと思うんですけど、これでね、ちょっと一遍炊いてみてほしい。本当に美味しい。こちら 1.5 合炊きの方で、3合炊きもありまして、3合炊きは5,990円となっております。伊賀焼きだそうですね。で、ムジラーさんによりますと、これでご飯を炊くと美味しいのでハマっていますということですね。いや、本当美味しいよこれ。もうね、ふっくらしたね、一粒一粒が立ってるご飯が炊けるんです。これね、もうずっしりかなり重たいですね。で、このドガマの構造なんですけど、肉厚な構造は熱がじんわりと伝わり、炊飯に理想的。蒸らしの間に追い炊き効果が加わって、美味しいご飯とおこげができます。付属の蓋は重く、釜中の圧力を高めて吹きこぼれしにくい設計。また保温性が良くなり、蒸らし効果が高くなると。ドガマは木のお室と同じ通気放湿効果があり、冷めてもご飯がべとつかず美味しく召し上がれます。白米だけでなく、玄米炊き込みご飯なども美味しく炊けます。そう、これね、ご飯炊けた後はここに置いとけば、ご飯もね、べたつかず置いとくことができるんですよね。一応これ説明にあるのは、20分間水にご飯をつけておくっていうのがあるんですけど、これはね、別に正直つけておかなくても美味しく炊けます。うちはつけてないですね。もうめっちゃ簡単。もうさっと水洗いしたお米入れて、で、 1.5 合炊きなので、 1.5 合の場合は、この説明書には300って書いてますけど、うちは360っていうのがもうベストって分かったので、 1.5 合炊きの場合は360、もう一緒に入れてすぐ火にかけます。中火で13分、これがちょうど。で、ちょっと後半こうグツグツ言ってね、吹きこぼれしてくるんですけど、13分経ったら火止めて20分以上蒸らす。めちゃくちゃうまい。で、一応ね、2合も炊けます。これで2合炊く場合は、水 400ml 入れて同じく13分で20分蒸らし。うちはね、まだ子供たちが小さくてそこまで量食べないので、これでいけるんですけど、まあ、もうちょっと子供たちがいっぱい食べるようになってきたら、これじゃね、1回じゃもう足りないぐらいになってくるので、まあ大きいの買うか、まあ、炊飯器もね、持ってた方が便利だと思うんで、まあ、炊飯器も買おうとは思ってますけど。ムジラさんによりますと、簡単に美味しいご飯が炊けるということですね。最初ね、目止めっていうのをやり方があるんですけど、それもね、全部説明書に書いてますので、見ると簡単にできます。で、公式ホームページの方でも星が 4.7 ということで、かなり使った方は美味しいご飯が炊けてるんですよね。うまく炊けるか不安でした。味が炊飯器と違うと言っても、結局はお米の銘柄の問題でしょうと思っていました。半信半疑で購入し炊いてみてびっくり。大げさでも何でもなく、お米の一粒一粒の中まで温かい。小さな粒の芯まで熱が入っているのが舌で感じられます。土鍋の遠赤外線効果だそうですが、お米の粒がふっくらつやっとして存在感がすごい。たった一粒をしっかりと噛みしめられる満足感。同じ銘柄のお米を今まで炊飯器で炊いていたのですが、可もなく不可もなくという感じで、時に底の方がべちゃっとなってしまうことも。炊き方でこんなにも変わるのかと正直かなり感動。唯一炊飯器と比べてお米が内壁にへばりつきやすく、後始末が大変なのが難点といえば難点ですが、この味は土のぬくもりである鍋でしか味わえないと思います。友達に自信を持っておすすめしたい商品でした。今までは電気炊飯器を使っていましたが、気になって購入。基本は説明書通りの量と時間を守れば問題なく作れます。特別したがいいわけではありませんが、炊飯器より美味しい気がします。自分好みのおこげを作るために時間を変えてみたりするのも面白い。たまに失敗もしますが、美味しくできた時の感動は炊飯器では味わえません。料理作りを楽しみたい方にはおすすめです。そう、たまにね、失敗するんですよ。なんか、なんやろ、水の量を間違えたのか、なんか若干この火のね、加減が違ったりしたのかするときはね、ちょっとたまに失敗はするんですけど、まあまあね、それも楽しみの一つというか、自分たちの一番いい硬さとふっくら感とね、を選んでこう調整していくのもね、また一つ面白いなと思います。で、おこげを作りたい方は、その自分のベストの時間の1分ぐらいね、長くするとおこげがつきます。なので、これだと13分でちょうどいいんですけど、14分ぐらい火にかけると、ちょっとね、吹きこぼれはあるんですけど、いい感じにね、おこげがつきます。僕はね、おこげあんま好きじゃないんで、もうこうふっくら白いご飯が好きですね。これおすすめなので、ぜひ試してみてください。素材を生かしたふりかけ、イカと昆布、290円。これ、感動した。めちゃくちゃうまい。これね、薄くスライスしたイカと粘りのある昆布を合わせました。風味のいい青さとごまを加え、しっとりとした食感に仕上げたふりかけです。で、他にもね、アミエビっていうんですか、ちっちゃいエビとかも入ってます。で、これほんまに美味しいですね。いや、これね、あったかいご飯にかけたらほんまに美味しい。こんな感じでね、薄いイカが入ってるんですよ。こうやってね、あったかいご飯に
ちょっとだけね米油を垂らして、でこのイカと昆布のふりかけをかけて、まあ、あとは混ぜるだけですね。いや、これおにぎりで持っていったらもう最高よ。これよ、幸せってこういうことよ。いただきます。うん、優しい、程よい。でこれね、何種類かありまして、このちりめんと昆布とか、あと梅と昆布とかね、何種類か、4種類か5種類ぐらいありました。で一応これと気になったこのちりめんと昆布を買ってみたんですけど、これも美味しいけど、こっちのイカの方が僕は好きでしたね。でムジラさんの方も、これはとても美味しいのでおすすめですということです。このシリーズね、まあ、素朴なんだけど、なんやろ、美味しい、素朴な美味しさ。 SNS で紹介されていて試しに買いました。薄切りイカと昆布の組み合わせが絶妙で美味しいです。朝食のお供に、お弁当のおにぎりに使ったりしています。他のふりかけも試してみたくなります。似たような商品は他社でもありますが、よりしっとりしていて美味しい。そのままふりかけたりおにぎりにして食べています。たまに大きめのイカが入っていて、それに当たるとラッキーな気持ちになります。取扱店舗が少ないのが残念です。あ、そうなんや、取り扱ってない店舗があるのね。これは多くの店舗で扱ってほしいですね、このシリーズ。特にイカと昆布美味しいので、ぜひ試してみてください。スタンド FM でも無料の配信を始めました。スタンド FM ならバックグラウンド再生ができますので、ながら聞きにぴったり。詳しくは概要欄をチェック。両面使える洗濯ネット平型390円。こちらの洗濯ネットですが、これがね、裏返ってもこっちにチャックがあるので、チャックをすることができるという、そんなアイテムになっております。ニットなどの型崩れしやすい衣類を畳んで洗う際にもお使いいただけますということですね。これ便利ですよね、裏表使えるんで。で、ここにフックもついてますので、引っ掛けて干しておくこともできます。で、ムジラさんによりますと、両方で使えるので、ひっくり返す手間がかからず楽ちん。生地もしっかりしているということですね。で、公式ホームページのレビューの方でも、今まで100均のものを使用していましたが、カビが生えてしまったため口コミを読み、試しにこちらを購入。以前は家族がネットを裏返しのまま放置することもあり、イライラしていました。こちらの商品は両側にファスナーがついており、その手間が全くなく、生地もしっかりしていて粗悪感ゼロ。同じ形のものでサイズの種類が増えるともっといいなと思いました。無印さん、ぜひ大きさ違いをお願いします。裏表を気にせずに使えることは家事の時短になります。裏返ったネットをひっくり返したり、どっちが表か確認するのにイライラすることがなくなりました。商品開発担当者に感謝。生地の厚さ、素材めちゃくちゃ好みです。サイズのバリエーションがあると嬉しいです。厚手で大きめのパーカーが入るくらい、もう少し大きめのが欲しい。そう、これね、結構生地もしっかりしてるので、なんか100均のとかね、あのペラペラしてる薄いのあると思うんですけど、結構ね生地がしっかりしてるのでいいですね。ただですね、このレビューを見てますと、洗濯機での乾燥負荷ということで、裏返しを戻すことさえ面倒というズボラに嬉しいアイテムだと思ったんですが、タンブラー乾燥負荷なので、洗濯機で乾燥までかけたい真のズボラには向かないアイテム。洗濯までで一度止めて取り出すか、乾燥まで回さないという洗い方をしている家庭でないと、あまりメリットのない商品。生地の目が細かい点、裏返っても使えるという点は良かったということで、乾燥はこれダメなの？そうなんですね。もう、 うちはね、そんなこと気にせずもう放り込んでますね。それでかな、なんかちょっとこうよれてるというか、わかんないけど、まあ、乾燥はダメなのかな。でもいけてますよ、全然。まあ、めっちゃ気になる人は無理かもしれないですけど、なんか別に普通にいけてるんで、うちはもうガンガンこれで回してます。サラサラかけるゲルインキボールペン120円。こちら無印のボールペンといえばぐらい有名なアイテムかなと思うんですけど、すごくねシンプルでサラサラと書きやすいので、僕も使ってます。ムジラさんによりますと、すごく書きやすくて気に入ってますということですね。で、これ2種類ありまして、 0.5mm と 0.3mm の2種類があります。 0.5mm はねカラーバリエーション多いんですけど、 0.3mm はこの黒、青、赤、ブルーブラック、オレンジの5色になっております。 0.3mm はまあ、これも好みなんですけど、 0.3mm はね細いので、細かいね手帳に書き込んだりするのは 0.3 がいいかなっていう感じです。しっかりはっきりくっきり見えたいという方は 0.5 の方がいいかもしれないですね。こんな感じでゲルインキのボールペンなので、いや本当に力もかけることなくスラスラと書けます。まあ、0.3mm はねよりこう繊細に書けるというか、細く書けますので、手帳とかね細かいところに書き込むのは 0.3 が向いてるのかなという気もします。
で、こちら公式ホームページの方でも星が 4.3 ということで、かなりいいレビューが並んでますね。細かいペンでゲルインキボールペンを探していました。キャップレスで使いやすい、ワンタッチでスイスイ書けます。次の詰め替えもできるところがポイントでした。そう、これ詰め替え用もね売ってるので、中身だけ変えれます。ゲルインキボールペンが好きなので無印に割ることをして購入。無印のゲルインキボールペンは持ち手にグリップがないので、ペンの握り方によっては滑りやすいと思うので、好みが分かれるかもしれません。私は書きやすくて気に入っています。そう、これね、持つところがもうこのポリプロピレンもうそのままなんで、すごくこう、サラサラしてるというか、クッとね、グリップがない分滑りやすさはあるのかもしれませんね。僕は気にならないですけどね、全然。これはちょっと人によって好みが分かれるところだと思います。手帳に使用しています。細かいところにも書けるし、スルスル書けるので愛用しています。ということで、まあこれね、使ってる方も多いとは思いますけども、まだ使ってないよっていう方はね、一度店舗で試し書きもできるとこ多いと思いますので、使ってみてください。裏写りしにくいルーズリーフ方眼290円。こちらのルーズリーフ、こんな感じで方眼のルーズリーフになっております。で、裏写りしにくいということで、書いたものもね、まあ、目立つような裏写りはしていません。でもこれは筆跡の強さとかペンの種類によってはね、するのも全然あるとは思うので、万能ではないですが、一応そういう特徴になっています。で、これはね、使う用途によって必要な人とそうじゃない人がいると思うんですけど、まあ、方眼になってる分線もまっすぐ引きやすいですし、簡単なね、図形とかを書くのも書きやすいですね。またこの方眼のおかげで均一に同じ幅とかね、同じ長さで線を引けるのも、ね、便利だと思います。こちらも評価が高くてですね、ムジラさんによりますと、紙質もいいし使いやすいということですね。公式ホームページの方もね、星が 4.4 とかなり良くて、 A4 で方眼のルーズリーフを探していました。文具店では真っ白な紙が多いけど、無印は目にも自然にも優しいアイボリーのこのカラーが好き。お手頃価格だし、ずっとあってほしい。縦書き横書きどちらでも使えて、簡単な図を書くときにも便利な方眼。スクラップするときもきっちり感が出ます。色も真っ白ではないところが気に入っています。数学でグラフを書くときに使ってます。方眼入りなので整った文字が書けるので重宝してます。裏写りはシャーペンと蛍光ペンぐらいだったらあんまり気になりません。程よい紙の厚さが好きでリピートしています。今使っているルーズリーフがなくなったらまた買おうと思っています。ということでね、使っている方はかなり評価がいいですので、まあ、家計簿つけたりね、仕事で使ったり、学生さんが使ったりとできると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。チョコレートケーキ180円。こちらはですね、バームクーヘンじゃなくてケーキの方。僕ね、行ったらこうバームクーヘンはちょこちょこ買うんですけど、このチョコレートケーキは買ったことなかったんですが、ムジラさんによりますと、ガトーショコラ感があって美味しいのでよく買っているということですね。で、初めて買ってみました。こんな感じです。切ると、チョコチップ、チョコのね塊が入ってて、結構ね濃厚で美味しかったですね。程よくしっとりしてる、しっかりチョコレート感。冷蔵庫で冷やして食べるのがね美味しいですね。完食で、公式の方でもレビューが良くて、これ大好き、ミルクバームが売り切れていたので購入。美味しくて食べ過ぎてしまうのが困ります。わかる。しっとり滑らかで食べ応えがある。とにかくチョコレート感が半端ない。小腹が減った時に最高です。チョコ好きの私からしたら程よい甘さでとても美味しい。そして食べやすいです。甘党ではない方からしたら全部食べるにはきついかも。まあ、全部はね結構きついと思うんですけど、ちょっとねティータイムにカットして食べるとめちゃくちゃ美味しいですね。で、店舗に行ったらね、このもう桜バームが発売されてまして、これが僕はバームの中では一番好きかなっていうぐらい美味しい。この程よいね、この桜感。ああ、いい匂い。ちょっとナイフないからこれで切りますけど。このほのかなね、桜の香りがパッとこう鼻から抜ける感じ。木製デスク、オーク材、34,900円。こちら今ね、僕がメインのデスクとして使っているものになります。で、このデスクの上に付属の専用のパーツを上に乗せて、その上にモニターを置いたりしています。で、このデスクはね、非常に大きさもちょうどいい、狭すぎず大きすぎずのデスクで、まあ、メインはね、僕はパソコンをやるデスクとして使ってますけど、この上のパーツを乗せることでね、下にここに隙間ができますので、キーボードをね収納したりすることができます。モニターもね2つ置けますので、デュアルモニターにできますので仕事もはかどる。あと引き出しが2つついております。ちょっと中はね汚いのであまり見せたくないんですが、まあ、もろもろ必要な文房具とかそういったものはここに収納することができますので、テーブルの上も片付きやすいですね。で、夜はこんな感じでライトアップすることもできます。で、これは実はこの下のところに IKEA の LED ライトをつけてます。夜は夜でね、こんな感じでいい雰囲気が出ます。
テレワークが多い方とか、在宅でね、何かお仕事されてるっていう方にはいいデスクじゃないかなと思います。で、これは無印良品のサブスクの対象商品となってますので、僕もこれはね、サブスクで買いました。確か2年か3年ぐらいで買ったと思いますね。月々1000円ぐらいだったんじゃないかな。で、支払いが終わったら返すこともできますし、数千円で買い取ることもできます。2000か3000ぐらいでね、買い取ることもできます。で、こういった大型家具は、いくつかね、サブスクの対象になってますので、まあ、いきなりまとまったね、お金ちょっと払うのは難しいわっていう方とか、期間が決まってて、大学の4年間だけ一人暮らしするとか、ちょっとの間単身赴任しますとかね、そういった期間が決まった間の引っ越しの時とかにも使えるサブスクですので、初期費用をね、抑えたいという方は、そのサブスクもちょっと一度ね、見てみてください。概要欄の方にサブスクの URL 貼っておきますね。スタンド FM でも無料の配信を始めました。スタンド FM ならバックグラウンド再生ができますので、ながら聞きにぴったり。詳しくは概要欄をチェック。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はムジラさんに聞いたもっと早く買えばよかったっていうアイテムを紹介してきました。ぜひですね、皆さんの買ってよかったもの、これもたくさんの方のね、お買い物の参考になりますので、まとめて動画にしたいと思いますので、ぜひ概要欄に貼ってるね、フォームの方に回答しておいていただけると動画で使わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。このチャンネルは無印マニアの僕が様々な無印のアイテムを紹介するレビューチャンネルです。無印好きな方はね、見逃さないようにぜひチャンネル登録していってください。それからまた公式 LINE やラジオ感覚で聞けるスタンド FM というアプリの方でも音声配信しておりますので、ながら聞きしたいという方はね、スタンド FM ならバックグラウンド再生もできますので、よかったらチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無事用にお任せ。